及川自動車、及川自動車っていうのが岩手にあったんですか。宮城県です。あ、宮城なんだ、うん、宮城の登米市ですね。これも希少なんですか。じゃあまあもう希少かな。会社が、ここに名番があるん、会社が辞めちゃってるんで。本当だから残ってる機械の共食い整備でみんな使ってる感じですね。え、これだけを作ってたんですね。じゃあこの会社、こういうの林業関係を。そうなんですね。及川自動車、うん、調べるとなんかいろいろなタイプが出てくるんで。これで何年式ぐらいのもの。これで、あ、書いてあるの。これは確か書いてたから。あ、そう。んどこだ書いてたと思った。あれ、エンジンは？エンジンここについてる。エンジン外れてるんだ、うん、で、これがあれだ、ミッション。ミッションっていうか、それトランスファーですね。これ何気筒のぐらいのエンジンが乗ってたんですか。これも一筒の3気筒じゃなかったかな。はぁ、で、まあこれウインチが前についてるんですね。そうですね。で、ここにローダークレーンっていって、丸太挟む、グラップル付きのクレーンがここに本来乗ってたんですよ。あ、こうあるわけだ、本当は、結構使ってたんですか、これも林業で。岩手じゃ、宮城で、うん、いや、言ってもこれ結構値段したんで。はあ、そう。これグラップル付いてなんぼってたかな。1000万ってたかな。確かこれが1000万ぐらいしたんですよ、クレーンついて。で、クローラータイプの、クローラダンプのその丸太用のやつで、まあ、フォワーダーって言うんですけど、そのフォワーダーも、このクラスと金額がほとんど変わりなかったんで。え、これの、ごめんなさいね、1000万の価値ってどこなんですか。どこなんでしょうね。生産コストだと思いますよ。ほとんどがやっぱワンオフみたいだったんで。1000万ぐらいしたって俺聞きましたけどね。あとはこれにクレーンがついて、エンジンがついて、ええ、まあそのクレーンもいろんなメーカー選べたようですけど。これが活躍してたんだ、宮城で。どっちかっていうとこれは間伐した材料を。間伐材の、ええ、あんまり広くない道路とかで使ってたのが多かったんでしょうけど、まあ四駆か、タイヤだからもう場所のいいとこしか使わなかったんだと思うんですけどね。なるほどな。すごいな。自動車部品を寄せ集めて作ったらしいですけどね。寄せ集めか。結局そんで手間がかかるっていうことで。いすゞの名前も見えますもんね、インチなんかも全部手作りですけどね、うん、市販の部材集めて、うん、手作り感満載ですよね。